北朝鮮のオーケストラがパリで公演を行いました。会場では拍手が沸き起こりました。北朝鮮の楽団が今日は清掃をして登場しました。そして座席にはフランスの人気店のチョコレートが手土産として用意されています。11日にパリに到着したウナス管弦楽団は12日に直前練習した後本番に臨みました。ブラームスの交響曲やアンコール曲の朝鮮民謡アリランの演奏が終わると立ち見客も出た満席の会場からは拍手が沸き起こりました。アリランの演奏が出たのは우리 민족이라는걸 도전이죠. 우리가 도전이죠. 그때 아리랑 아리랑은 민족이라고 그렇게 대답을 좀 했습니다.